はい、カズマサです。今回の動画は、久しぶりになりますね。メダカの成長を3倍にする、このシリーズの、3回目ラストとなります。1回目は、張り子の段階の、動画となりました。そして2回目は、稚魚の、成長ですね。1ヶ月までの成長を見てもらいました。そして今回は2ヶ月ですね、2ヶ月経った姿が、どうなったかっていうのを見ていただこうと思います。使用したのはこちらになります。メダカ元気、育てる栄養ウォーターですね。こちらを、2ヶ月間、使い続けました。ある程度の大きさになったら、まあ、2日に1回とかの、使用量なんですけど、まあ、今回は、毎日添加し続けました。まあ、餌では不足しがちな栄養を補うといった添加剤となっております。メダカは太陽光を浴びることで成長に必要なビタミンの一部を体内で、合成してますと。まあ、本製品は餌から摂取しにくい、室内飼育や日照不足で十分太陽光を浴びることのできないメダカに不足しがちなビタミン B3、B6、パントテン酸と各種ミネラルを配合した成長栄養ウォーターですとなってます。まあ、これで成長を3倍に、するといった内容となってます。ジェックスさんの試験でも、まあ、添加なしと、添加ありだったらね、約3倍の成長になったと、成長の差があったということで、まあ、今回ね、自分が動画にしているという流れになっております。まあ、果たしてね、成長に差が出たのかといった感じですね。まあ、これでね、本当に出れば、まあ、すごい添加剤だなと思います。こちらが添加なしで育てた稚魚たち、メダカたちになります。もうね、色の方も出てきてて、まあもうね、雌雄の判別もできるぐらいの、大きさとなってます。まあタッパーの中でね、メガフードコンテナーで育てたので、まあ、大きさ的には、まだ不十分かなという感じですね。まあ、小さい子は小さいですし、まあ、大きい子は大きいかなと、まあ、差がね、出てきてますね。この後に、添加し続けたメダカたちが出てきますので、まあ、このね、大きさを、覚えていただいたらいいかなと思います。まあ色もね、だいぶ出てきてますね。まあうちに来て F1 の子たちですね。で、実質累計で F2 になるのかな、 F2 になるので、まあ、この子たち、成長させて綺麗な子をね、親に選びたいかなと思います。まあ、それでは添加し続けた、メダカたちを見ていただこうかなと思います。それがこちらになります。まあ、正直なところ、まあ、大きなね、違いっていうのはわからないかなと思うんですけど、このね、真ん中の子、この子はね、まあ左の、添加してない子たちに比べたら、まあ、割と大きいかなという印象があります。一番小さい子も、まあ、何ミリかは大きいのかなといった感じですけど、まあパッと見てね、わからない程度かなという差になりました。まあ多少大きいかなといった感じですかね。不足するビタミンを、まあ栄養ウォーターで、まあ、補給できると考えればね、
メダカたちにとっていい添加剤なのかなと、思います。今回やってみて思ったのは、そうですね、うちが使ってる餌がですね、ハイグローなんですけど、ハイグローのね、栄養価が非常に高いんですよね。なのでもしかしたら栄養価の低い餌を使えば差は出るのかなと、言ったイメージがね、強いかなと思います。こうやって並べてみても、大きな差はね感じないかなと思います。ちょっとね、あのオレンジの方が大きいかな、そんな感じですね。多少右の方が大きいかなというんですけど、思うんですけど、成長差に3倍は正直なところ、ありませんでした。その理由は、先ほどもお話ししたんですけど、やはりね、栄養価の高い餌を与えれば成長はね早いのかなと思います。今自分が使ってる、ハイグローなんですけど、非常にね、高タンパク質そして高脂肪なので、ハリコシ飼育にはねうってつけのものなのかなと思います。なのでこの育てる栄養ウォーターを使わずともメダカの成長はね、早いのかなと思います。例えばなんですけど、ハリコ飼育でね、粉餌を与えたくない、使いたくないっていう人はねいらっしゃると思うんですけど、そういう方はね、ゾウリムシをねメインに与えているのかなと思うんですけど、ゾウリムシだけではね、栄養が、全然取れないので、このね栄養ウォーターと一緒に、与えることがいいのかなと思います。ゾウリムシ、そうですね、あと栄養価の低い餌を、与えている方に関しては、この育てる栄養ウォーターを使ってハリコ飼育することによって成長を促せるのかなと思います。うちで使ってる餌、生態管理フードですね、あと、ハイグローですね、こういった栄養価の高い、餌を与えている場合には効果が出ないといった感じの、結果になったかなと思います。3部作になりましたけど、ハリコの段階でね多少、効果があったので、ハリコの段階でね使うのが一番いいのかなと思います。コスパも高めになってますので、お気に入りの品種にね、使ってあげるといいかなと思います。また面白い商品があれば使っていこうと思います。ぜひねこれを使ってくれっていうのがあれば教えていただきたいです。それではご視聴ありがとうございました。